えー、こんにちは速化塾の僕です、えー、今16時43分になったんですけども朝の解説のとおりに今日はなりましたねちょっとしばらくへこんでいたんですけどもやっぱり大きく下にブレイクしましたよねちょっと根拠まで示せなかったんですけども、えー、まあここで生成したかなというところでございます大きくブレイクして今2つの陰線が出てくれたんで、えー ここからですねまた巻き返してていここううかなっていうところですね、まあ、巻き返すといっても、ね、損害があったわけではないんですけどもどちらかというと勝てるはずのものが勝てなかったんでえそこを、ね、取り戻しにいこうかなっていうところですね、皆さんはいかがだったでしょうか今朝の相場解説見てくださった方はあ、まあ、そこそこ取れていたんではないかなと思いますけどもいまいち、ね、朝の時点で、えー、セルの根拠がはっきり言えなかったところが、ね、ちょっと今日はなんとなく半分はノリに頼ったかなっていうこところでございます。 まあ、あのー、そんなこともあるかなっていうところですね。はい。では、本日以上です。